大阪歯科大学はこちらをご覧ください。ここではキャンパスについて紹介されています。葛葉学舎、牧野学舎の2つのキャンパスと付属病院を持つ大阪歯科大学、それぞれの場で学生たちが最先端の歯学を学んでいます。今特に注目したいのは、付属病院に併設して建てられた創立100周年記念館。さまざまな講義室やラウンジなどを備えた最新の建物です。ご覧ください。正六角形のタイルが並ぶ壁がとってもユニークですね。ここで使われているタイルの枚数は3748枚。3748、みな良い歯。大阪歯科大学のこだわりですね。このタイル、中から見るとこんな感じ。おしゃれな空間です。この創立100周年記念館は、病院で臨床実習に参加する5年生、6年生たちの学びの拠点として使われることになります。多くの授業を受けることになる葛葉学舎、さまざまなスポーツ施設を備える牧野学舎と合わせて、一層充実した環境になりますね。